M38 装甲車は、アメリカ合衆国で開発された六輪駆動の双輪装甲車である。愛称は、ウルフハウンド。本社は M8 グレーハウンド装甲車と、その派生型車両の代替として設計されたものの、1945年の第二次世界大戦終結により、試作車両を数台完成した後、開発計画の中止に至った。生産は1944年。 ゼネラルモーターズ参加のレー部門が言った。ウルフハウンドは乗員数が4名、3 7ト、mm、ル砲をオープントップ形式の旋回砲塔内に搭載し、弾薬93発を傾向した。副兵装は2丁の機関銃で構成される。1丁は主兵装と同軸、別のものは対空用のピントルマウントに装備された。本社は、 キャデラック V 型8気筒水冷エンジンにより駆動される。車両は低姿勢かつ洗練された外形を見せている。両側面には左右対称型に配された車軸に3個の大型車輪を装備し、特徴的に局面化された泥除けが付された。車体正面の走行板は防御性能の向上のために鋭角の傾斜を持つ。無線アンテナが この軽車走行の正面右部分に装着された。M38 系走行車のうち一両は、M24 系戦車の砲塔を乗せられるよう回収を受け、この車両の火力増強の可能性を調査するため、一連の試験を受けた。M24 系戦車からの砲塔を移設した M38 走行車。ありがとうございます。